黒すぎる女子アナとして話題になった岡添真紀は、目覚ましテレビにて今年の恵方を聞かれた際、キタキタにしと答え、続けて東が右なので斜め75度と意味不明な説明を始め、スタジオを震え上がらせた。本音ではしご酒に出演した際、岡添の肌の黒さが話題に上がり、その流れで怒られたこととかあるのと聞かれたのだが、突然真紀ちゃん姫ちゃんの面倒を見てと母親に愛犬の面倒を見るように叱られた話をし始め、ダウンタウンを愕然とさせた。大阪桐蔭高校出身で元乃木坂46の松村さゆりや元千葉ロッテマリーンズの江村直也と同級生、女版松崎しげるや黒い桐谷美玲などとも呼ばれるほど、夏になるとすぐに真っ黒に焼けてしまうため、スタッフも諦めてファンデーション塗らなくていいよやストッキング履かなくていいよなど黒さを売りにしていくことになった。心に染みましたと言おうとして、染みりましたと発言した。